はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。謎の島と絆の試練、ピックアップ召喚をやっていきたいと思います。A チャンネルか。ちなみにですね、ハルカーレシーブのピックアップ召喚もありますが、A チャンネル、一応星5もいくつかあるみたいですね。提供割合は星5が 2% なんですよね。まあ、まず300の消費を。お願いします。さあ、どうかな？おや？おう、星音優子。ユミコか。星音すら1個しか出てないもんな。これはつらい。うわ、これはひどいな。魔法使いの優子です。すごい魔法をいっぱい使えるみたいやから期待してな。伊勢関西弁。これすごいな。さっきのアハネウミコ、森永、千里さんなんですけど、すごいアニメ声というか、もう極端な高い声なんですけど、こう作った声がすごく低くて、いや、声優ってすごいんだなって思いますね。ごめんなさい、眠くなっちゃって。じゃあとりあえず強化をしておこう。で、カカオ先生出すんだからそれは強化されるよな。まあ、この辺は。この人もすごいわけで、なんて言ったらいいんだろうな。まあ初太というか少年声から、ロリ声から、あと高貴ななんか王女様からいろいろやりますからね。さて、カオス先生をパワーアップさせたい。この辺かな。交渉成立。
成立。どれにする？土を昇進かし。交渉成立。限定交換をして、こっちは今だけ。水着とかいろいろありますよね。かき氷、あ、これ海の家だ。もう終わってるイベントだ。ん？クエスト継承、召喚チケット、意味がわからん。鍛冶屋にも行ってみますか。何を鍛えるんだ？確実武器は強化しておきたいが。悪くないかな。いいですね。これは古いパワーアップできそう。これでレベル20枚足した。中級者のオーブ、これは初めて見るな。試験官、
楽しま。これか、キルミーウェイウェイってなかったっけ。進化することでなんかチャレンジできるっていうクエストがあるみたいですね。これは魔法使いか。さあ、行ってみましょう。なかなか強いですね。おっと、結構やばいかも。交代。逃げたい。さあ、ここでとっておきを使う。すごいな。やりました。超級で誰も撤退せずにクリアってすごいな。なんていうか、武器次第で結構戦える感じはありますよね。
ああ、14で足りないのか。こっちの長球もやってみるか。好きだったはず。よし、行くよ。夏の女子高生を舐めるなよ。行くよ。やるっきゃないよね。厳しい方がお好みかな。こっち来るな。行きましたね。やられた。なかなか苦しいな。チャンス。ほい。さあ、とっておき。すごいな。やりました。これでユーザーランクが32か。なかなか順調ですね。はい、というわけで、ここまでにしますかね。本当はスタミナがたまったとこでやりたいんですけど。
なんせ眠い。まあでもちょっとやるかね。濁流の水は土属性だよな、やっぱり。これで77か。これでギリギリなんですよね。まあこれでいいや。そして土属性のソーニャを行きましょう。私は負けられないし負けないわ。これで終わりにするわよ。OK です。さあ次の面へ。ここで使いましょう。ダメージ与えられない。残り1体になった。もうちょっとだ。OK。本気を出してよく私を怒らせた。さあ来い。反対なんですよね。これが弱い。これで残り1体。倒しました。
お超級までクリアしましたね。はい、というわけでここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。